願いいたします。どうぞ。はい、朝日新聞のようです。はい、税収のことで伺います。はい、今年度の国の税収について当初の見積もりに対してですね、数千億から1兆円程度下方修正するという報道がありました。来年度の予算編成にも影響してくるとは思いますけども、政府としてそのような見通しを今お持ちなのでしょうか。まず28年度税収についてですけれども、現時点において10月分税収まで明らかになっておりますけれども、累計では昨年を下回っている方向であることは事実です。ただ今後の見通しについては課税実績や経済見通しなどさまざまな要素を踏まえる必要があって、現時点で見通しを申し上げることは困難であるというふうに思っています。報道のような事実ではありません。はい、朝日新聞のようです。記事中に今の年初の円高によるですね、企業収益の悪化に伴って法人税の税収が悪化低迷していることが一つの要因であるという指摘がありましたけれども、その法人税の現状についてもそのように厳しい状況であると。法人税についても現時点で見通しを申し上げることは困難だと思います。はい、読売新聞の会議です。はい、沖縄の関連でお伺いします。沖縄の米軍基地の整理縮小に関する査考最終報告が公表されてから明日2日で丸20年を迎えます。でこの中では北部訓練場の一部返還についてはようやく道筋がつく一方で、最大の懸案だった普天間飛行場の返還というのはまだ実現しないままですが、この現状をどう受け止めているかお願いします。まず政府としては北部訓練場や普天間飛行場をはじめと平成8年12月いわゆる昨今最終報告に盛り込まれた11の米軍基地の返還の実現に向けて地元のご理解をいただき、またご協力を賜りながら、最大限努力してきているところであります。その結果としてこれまで5施設845ヘクタールが返還をされております。さらに北部訓練所の約半分の4000ヘクタールの返還について地元国頭村、東村がその返還としての有効活用策として国立公園の指定、さらに世界自然遺産の登録を目指しておって、早期返還に向けて今最終調整をしているところであります。これが返還されれば沖縄県の米軍基地の約2割が減少し、負担軽減にも大きく資するというふうに思っています。政府としては移設工事を着実に進めて年内の返還に向けて今全力で取り組んでいるところであり、そしてまた普天間飛行場でありますけれども今裁判の和解の最中でありますけれども、この和解条項に基づいてですね、訴訟と協議の継続並行して進めるなど誠実に対応して、ここはしっかりと結論を得ていきたいというふうに思っています。はい、読売新聞の解説の今言及ありましたが、普天間飛行場の施設問題に関しては係争中になって和解協力が進んでいるわけですけど、この政府としては、この県民の中でまだ反発も根強い中でこの施設問題をどう今後前進させていきたいと考えますか。まず一番この問題の原点ですけれども、そこは市街地に位置して住宅や小学校などですね、世界で一番危険と言われるこの普天間の基地の飛行場を辺野古に施設をする、このことについては当時約20年前ですよね、地元の市長と県知事の同意をいただいて国が閣議決定をして今進めているところでありますので、そうした歴史というものをですね、中で地元の皆さんに説明をさせていただきながらもそこは進めていきたいというふうに思っています。読売新聞の解説。この沖縄に集中する米軍基地の負担を軽減していくということは今後も政権にとっても大きな課題ではあり続けると思うんですが、長官は基地負担軽減担当大臣も兼務している中でですね、今後どういった姿勢でこの負担軽減を進めていきたいとお考えですか。いや、ですから県民の皆さんにですね説明をさせていただきながら
またご理解を賜ってそこは進めていきたいという、まあ、そういう方針には全く変わりありません。よろしいですか。はい、ありがとうございました。